どうよ、もうあれじゃないか、永遠の水で封印しなくてもいいんじゃないか。世界を滅ぼす者なり。あ、これやばい、我が滅びるなど、やばい、これ自爆せるパターンじゃないか。大丈夫か。逆上している。何するかわかんないぞ。え、どうなったんだ。まさかバサグランデ様が。ちょろかったぞバサグランデ。やっちまうか。あれは小物だな。逃げ足の速いのか。いずれ木を見て捕らえてやる。本当かお前。ずーっと騙されてたけど。王子。ありがとう。君のおかげでバサグランデは本当に倒れたのかな。なんか最後意味深な言葉残していったけどな。もう封印の巫女は必要ない。母上もセリアも。いやどうだろう。本当に。こたび母上。わらわはなんと礼を述べればよいのか。あ、本当に封印しなくていいんだ。はあ、あ、それはそれでよかったね。ハッピーエンドだわ。うん。だがひとまずは城へ帰ろう。もはやここに用はなくなった。うん、せやな。エンブレムもらわんといけんしな。そなたも城へ。話したいことが山ほどある。ああ、セイリア。どれぐらいね、封印してたんだろうな。封印されてたんだろう。どうやら私の役目も終わったようです。うん、頑張ったな。これから私が何をすべきかわかりませんが、今はあなたと共に参りましょう。いやー、よかったなー。城へ来てくれるか。君の願いを果たさなくてはならないからな。せやな、エンブレムな。それは覚えててくれたんや。いやー、でもなんか意味深なこと言ってなかった？バサグランデ様。大丈夫なのかな。城が危ないとかないよな、さすがに。よし、帰りましょう。待っていたぞ。こちらへ参られよ。はい、エンブレムいただきに参上いたしました。そなたには大変世話になった。だいぶ世話しました。この国の女王として礼を言う。礼してください。バカ息子のために頑張りました。せやで。お前は分かっているのか。ほんまやで。オーディス、分かってんのかお前。マジで国潰す。国だけじゃないな、このウェナ諸島、いや、ひいてはアストーティア全体を、もう、ね、滅亡させる可能性さえ、ありましたよ、オーディス。バカ息子が。本当に。はい。お前、泣いてんのか、お前。オーディス。こたびのこと、すべてお前の独りよがりな行動が招いたことだ。うん、王家の言い伝えに背いてな。いやでもどうだろうな、ディオーレ様ももうちょっと詳細をね伝えてたら、うーん、王子も頑なにならなかった可能性もねありますけど。言葉もありません。うーん、まあ、あの占い師にね騙されてたっていう、口車に乗ってたっていうのもあるしな。王子だけをこう一方的にね攻め立てるのはまたちょっと違うのかな。ですが僕には彼女を、セリを見捨てることができなかったのです。セリア殿は封印の巫女となることを自ら受け入れたのだ。お前にそれを知らなかったのよ。王子は封印の巫女になってるっていうことを知らなかったからね、あの助けてあげようっていう無垢な心で動いたわけよ、おそらく。うん。私はこの国に住む多くのウェディの民を救うために
封印の巫女となりました。うん。しかし、王子はたった一人、私を救うためだけに刹那の歌を歌ってくださいました。まあ、効果はなかったけどね。聞こえてたんや。そして女王、あなたがしたこともそれと同じことです。まあ確かにね。うん。いやでも女王は最終的にはまたね、あの封印するために自分の命を犠牲にするっていう覚悟を示してましたから。それは、その点ではちょっと王子とは違うけどな。背負ってるものが全然ね、覚悟が違いますよ。そうだ。わらわも同罪だ。いや、女王様は、ね。多くの民の命を危険にさらすことを意図はなかった。あなた方を責めることは、誰にもできはしないでしょう。まあ、手打ちということね、いいんじゃないでしょうか。手打ちでね。うん、どっちもどっちと。自分の命より大切な。ねえ、まあみんな助かったんだからまあいいじゃんね。私の思いとあなた方の思いはどちらも等しいものなのですから。その言葉、救われる思いだ。この国は大きな危機から逃れました。ですが、王家の者の役目が終わったわけではありません、うん、そうだね。王家の者の役目っていうのは永遠に続いていくんでしょう。恵みの歌を歌ってね、このウェナ諸島全体を平穏に守り続けるっていう。王は国を治め、それを子が継いでいく、うん、そうやって永遠にこの国をより良い道へと導いていく責務があるのです、うん、ベリナード城のあれだよ、長ってずっと女王様、女性が継いでいくっていう風になってるけど、その点はどうなんだろうな。それならば案じることはない。我が男でいい、オーディスでいいのかな。母上、永遠の水の中で聞いた父上の言葉。あ、聞こえてたんや。僕は母上の心を知りました。うん。それを知らず、勝手なことばかりしていた僕も、どうかお許しください。ダメだ。ダメだ。この国の王になります。うん。ですからこれからも僕を鍛えてください。うん。どんな困難にも決して負けないように。いやー。心の奥底にあるね、母の愛を、まあ、ああいう形ではあるけど知れたことはでかいですよね。うん。よく言った、オーディス。ならばこれからも厳しくいくとしよう、うん、本当に厳しそう。スパルタそうだな。はい、いい返事だ。エンブレム忘れてないか。いい雰囲気になってるけど、君には本当に感謝している。母上、バサグランデを倒した勇士に我が国のキーエンブレムを授与することを王子として進言します。うん、ぐいぐい進言して。こちらに。はい。バサグランデ討伐の退任を果たしたそなたに、ベリナード女王より銀のキーエンブレムを授けるものです。いいね、銀色かシルバーか。オッケー、これであと1個か、エンブレム。あのフィーフィーを納得させるために集めてきましたが、次のエンブレムが最後のはずだね。うん。世話になった。己の未熟から君の力を正しく導けなかったことに、うん、いや立派じゃない。自分の力のなさを痛感してね、誤ってこれからの研鑽するっていう、そういう意欲を持てるっていうのは素晴らしいからね、この国も安泰じゃないかしら。うん。僕からの礼として、城下町にあるベリナード城駅を使えるように手配をしておいた、うん、あんま駅使ってないけどな。うん、ありがとう。
ただの王子の僕にはこんなことしかできなくて、いやすごいなんか謙遜というか、人はいいよね。あの全然あのヒューザも言ってたけど選ぶらないし、すげえ好感持てるんだけど、人を信じやすいというかね、こうだと決めたらもうその道を突き進んでしまうっていうのがちょっと、うん、難点としてはありますが、うん、でもそのこう突き進むそういう情熱を保ち続けられるっていうのを長所に変えてね、うん、この国ひいてはウェナ諸島全体を統治していってほしいなと伊織さんは願うばかりですね。僕は必ず王になってみせる、うん、なれなれ。君も自分の目的を果たすため頑張って旅を続けてくれ。言われんでも続けるそんなもん続けるよ。よし、オーディス王子の友人になっちゃったあれ LINE 交換したっけ、王子友人になっちゃったか。うーん、ダチだな。アセーリア、私はこの時代に生きていることは許されない存在のはずです。あー、どうなんだろうな、微妙なところだけど、ですが永遠の水から解放され、こうして今も生きています。きっと私にはやるべきことがあるのでしょう。ベリナード王家に生まれたものの務めとして一生かけてそれを探してみようと思います。立派だね。それにしても毎日食事が美味しいです。よかったねそっか、あの水で閉じ込められてた時はね、なんか食事とかないでしょうから、私の時代ではなかった料理が多くて、やっぱり時代が進んでいるのですね。これからもなんかいっぱいね料理食べたりして幸せをかみしめてほしいですね。王子、王は女性であることがこの国のものにとって当たり前になっているのは、あ、そうそう、キンナーさんも言ってたもんね。さっき僕も喋りましたけど、その点はいいのかしら。だが僕はその習わしを、あ、覆して必ずや王になってみせよう。母上に父上、それにセーリアも期待してくれているんだ。絶対にやり遂げてみせるさ。うん、こいつはでもやってくれそうな気がするな、王子。わらわは王家に生まれた女だ。女王となることはその時からすでに決められていた。まあ生き方自体がもう決まってたんだよね、生まれた時点で。まあそれは背負うものがでかすぎて辛いとは思いますが、周りの者もそれが当然という態度でわらわに接したし、わらわもそれに疑問を抱くことはなかったが、メルーだけはわらわを、ああ普通の女として扱い、それがひどく心地よかった。マジかメルー、そういう生き方もあると知ることができた。なるほどね、はあ、これはいいエピソードでは。そしてオーディスが生まれた。オーディスは女王にはなれぬ。わらわは人知れずそれを、ああ喜んだものだ。自分と重ね合わせてたんだね。そっかそっか。でも今や王子は自分が王になることを望んでるからな。うん、この子は王家に縛られずに自由に生きていくことができるかもしれないと。だがオーディスは王になることを望んだ。ならばその願いを叶えてやらねばならぬ。母親としてそう思うのだ。まあでもそれは母親の背中を見てね、自分も王になりたいと思ったわけですから、ディオーレ様がね、そういう素敵な女王として振る舞っている証明ではないでしょうか。うん、メルコ、まあ、聞いたぞメルコ、城下町の、ああ、そういう事務的なのはいいのよ。冒険する上での重要なこととかお前今話すな今じゃないだろそれな、話すなお前。ちょっとなんかね、女王様との馴れ初めとか、まあそんなことは置いといてだ。セーリアちゃんはなかなか、おいおい
おいおいおい、これはちょっと嵐の予感がしますが、セイリアちゃんはなかなか美しい女子だとは思わんか、イオリ。オーディスが助けたいと思ったのも、そりゃ無理もない。美しい妻のいるわしでもそうするだろう。大丈夫かな？大丈夫か？矢口まり的なことならないか？ということで、無事ね、ここベリナード城のキーエンブレムをゲットすることができました。正直ですね、僕、女王様ね、女王様、最終的になんだかんだあっても、自分の命を捧げる形になるんじゃないかなって、内心思ってたので、なんかこういう、本当にハッピーエンドで、収まってよかったなって、ほっとしてます。ねえ、すごい気持ちのいいハッピーエンドだね、これは。ということでね、今回キリがいいのでここで切りたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。今日の恵みの歌はとっても優しい感じだったわね。オーディス王子様もにこやかに笑っておられたし、王家の方々に何かいいことでもあったのかしら。あ、そうよ、そうだわ。女王様の隣にいた若い女の人、もしかしてあれかも、王子様の恋人なのかも。ということは、あの女の人が次の女王候補ってことじゃない？これは楽しみね。聞いてください。粉雪。粉雪。